皆さんごきげんよう。村人しずえ使いのケプトです。今回は先日のアバダンゴスイノコとのタクオフ対戦の配信から面白かった試合を数試合切り取ったものを動画にしました。アバさんとの試合の動画は需要が高いので、対ワリオの村人編、しずえ編、その他詰め合わせ編の3本投稿します。これはがめつく行かせていただきます。この動画では練習中かサブかのいろいろなキャラが出てきます。それではご覧ください。エンカレイスイノコ、キャプさんはスイノコさんキラーなんですか？いや、よく当たるって、まあ、直近まではね、5連勝ぐらいしてたんだけど、何連勝かわかんないけど、そうかな、わかる、相当負けてたな。あー痛そう。こんばんは、ここケプトさんの配信枠で合ってますか？合ってますよ、ナインハルツは。ホワイトも目線違うから画面どこにあるかわからん。そんな画面見てる反対だった。これ写真が写真が、なんか目おかしかった。おかしい。なんで助けちゃったんですね。いや、これ届くよ。届くよ、あれ届きやすい。マジか。あ、で、あ、なんか、できるけど。うわ。うん。うまい。うまい。ダメトークって問題ないですか？まあ、ダメトーク。お気遣いありがとうございます。ひろさん。ひろさん、その位置で画面見づらくないですか？大丈夫ですよ。画面に映ってるよりは前にいるよね。そう。画面すげえ後ろ。相当ね、なんか、すごいんだよね。このカメラ越しの俺、相当後ろにいるからね。顔の大きさ違うもん。ケプトの2分の1ぐらいになってるもん。こんな後ろにはいないんだよな。サムネのスイノコさんの性格感むらしい。え？遅い。ちょっとだけやって。遅いか、今のやっぱ遅いんだな俺。初速じゃね。大概なんかさ、X からそうだけど、掴みとかも、あー、痛すぎる。弱だね。配信だとゲームやらせてもらえない友達に、友達だからって。今や全員プロや。負けるな。アボ様頑張ってくださいました。兄ちゃんさん、兄ちゃんありがとう。どこ行った、このマグマ。アボさんの笑顔はどこに行ったんだ。笑わない人だ。理由さん。あー、途中下車してくれ。おかしいな、ピット君笑顔の。自然が美味しいな。スパちゃん、ありがたく頂戴いたします。魂の相棒決まりました。うんこなんだけど。スイノコさんまだなんだよ。
わあ、すごい。いらないか？いらない。素技なんだが信用してはならない技。ベンガなんだ。え、全然当たんないこいつ。まずい。どうする？ラッキー。あい。最強ますな。アーマードミュウツー来たね、ミュウツー強化謎理論ね、謎理論。ミュウツーでも来そうだけどな、さすがに人口少なすぎるよね。毒舌って聞いてたから実際に話すまで若干ビビってた。あー、なるほど。キャプチさんはありえんくらい優しい。ありがとう。俺に対する扱いだね。もう本性だからみんな。気をつけて。ああ、カブの方が強い。
いや今めっちゃ上です。おー、せアボさんにはなんだかんだ話しかけられなかった。怖いからね。そうだよね、やっぱ人人って言ったら頼む、ミスってくれさんが水の子さんのキャラ立たせてくれてるっていうのもあるじゃん。水の子さん嫌いよ、持ち上げてるな。さっきからね、もう嫌いよ。盲目らしいんだよ。本当だよ。任せろよ。弱いから。任せろ。強すぎる。いやー、そこで外出せんの偉い。逃げるやん。スマブラしないけど、このチャンネルだけ見に来てしまう。なあ、そんなリスナーも応援してな。アルダンテさん、アルデンテ、アルデンテ言ってないか、全然文字見えない。なんかそれ下火強いよな。下火場所遅いからね。下火強い、場所遅いから、ね、2回もねそこ強調した。足速いで別に強くない。足速くも強えよ。強くねえよ。強いだろ絶対。じゃあ強いならなんでメダルとかになるんですか。こういうわざとしたら強いの。わざとしたら強いキャラは弱い。それ以外やな。わかった分かった。マンマミーワさん、アバさん、スイノコさん、こんにちは、マンマミーワさん。アバさん見た目怖いけど、女性が近くにいる時の笑顔はめちゃ優しい。どこで見たんだろう。でもまあそれはね、やっぱ体温出るよ、正直。しょうがないよ。少なくとも男みたいにガツガツいけないし。あ、これ革命、これが死ぬ。引くわ。X じゃん。アバさん、女性にめっちゃ優しいからな。みんな優しいよ。そりゃそうだ。みんなね、俺にとっては。みんな優しい。女性に冷たいやついたら問題だろ、そりゃ。もう気づい。絶対嘘ですよ。ほんとに10キロねえよ。10キロあるよ。ないでしょ。 7.5 ぐらいでも3 4 5。狙ってんのか。どんな配信対戦してる。2人の真ん中で7 8。あ、もう無理これ。きつい。一回。すごい体力。一つ。やーいっす。2、喋んなきゃ。3。長いな、無敵時間。
うるせえ、うるさい。喋るなって言うから喋ってないんじゃん。何もしないでもうるさいわさ、もうむちゃくちゃじゃん。フルフル聞こえてくるの。もう両手じゃないと無理だ。筋トレのフォーム間違ってる。間違ってるとかある。生半可な振りとたくさん飛びるの。杉本さんを肘固定してやるんですよ。アドバイス。来た、バカ。来た来た。肘を使わずに腕だけで上げると今力が逃げちゃってる。正気マジですね。うっぺるー、背の筆折れちゃいそう。マットに落とすね、ちゃんとマットに。こうお疲れ様です。マットから参加してもよろしい。